カブール。カブールは、イタリア海軍の軽空母。艦名は、イタリア王国の初代首相、カミッド・カブールに由来しており、その名にちなんだ艦は、コンテディ・カブール級戦艦一番艦、コンテディ・カブールに次いで2隻目である。ジュゼッペ・ガリバルディの進行直後より、イタリア海軍は2隻目の軽空母の保有を計画した。ジュゼッペ・ガリバルディが、 ビットリオベネトなどヘリコプター巡洋艦の延長線で開発されたのに対し、この2隻目の軽空母は、揚陸艦任務も重視して、ウェルドックを設置するなど、強襲揚陸艦に近いものとして構想されていた。90年代中頃になると、この計画はニュー務、新型、大型艦として具体化した。96から97年版の、 ジェ全海軍年間で掲載された設計は、スペイン海軍のプリンシペデアストリアスに近く二万百トンの正海艦として、軽空母任務を重視したものとなっており、艦名はジュゼッペ・マツイニ、ギューセッペ・マッツイニが予定されていた。しかし、続く九十七から九十八年版においては、むしろアメリカ海軍のタラー級を小型化したような一万四千トンの強襲揚陸艦となり、 98から99年版では2万8000トンに大型化して、艦名はルイージ・エナウディとされた。この案では、手機は LM2500 がスタービングエンジン2機によるコガーグ方式、速力は25ノット、ウェルドックも備えることとされていた。その後、2001から2年版で手機を2機増やして、速度を30ノットに強化、ウェルドックも排した軽空母として、 再度変更され、この案で発注が行われた。イタリアの造船会社フィンカンティエリが受注し、セストリレバンテに所在するリバトリゴーゾ造船所で2001年7月17日に寄港した。この時点での官名はルイージ・エナウディであったが、建造途中に官名はアンドレア・ドーリアに変更され2004年7月20日に浸水した。装中、さらに艦名は カブールと変更されて収益した。戦型としては、平ら乾板型の空母艦型が採用されており、全通した上甲板はほぼ全域が飛行甲板とされている。その一層下の第一甲板はギャラリーデッキとされており、戦闘式書、CIC などの司令部区画や食堂などの居住区が設けられている。その下のハンガーは3層分の高さを確保した。 また安定的な航空機の運用能力を確保するため、引き込み式のフィンスタビライザーを片言2枚ずつ、計4枚装備して安定化に努めている。主機関は、基本的には、ジュゼッペ・ガリバルディと同様、ゼネラル・エレクトリック・ LM2500、ガスタービンエンジンを、コガーグ方式で2機ずつ4機、両弦二軸に配しているが、艦型の大型化に伴って、 より大出力のモデルが採用されており、合計出力は46%増加して11万8000馬力とされた。また、所要の速力を確保するため、線形を細長くすることで抵抗の減少を図っているが、それでも最大速力は28ノットと、ジュゼッペガリバルディより2ノット低下している。高単性工場のため期間はシフト配置とされており、 全部機械室が左限軸、後部機械室が右限軸を駆動するものとされ、それぞれの機械室には2機のガスタービン式と減速機が一組として収容されいる。またその間には25メートルの中間区画が設置されている。推進機としては、ガスタービン管の通例として、可変ピッチ式プロペラ、CPP が採用されている。また揚陸間機能を重視したことから、 精密な相関が要求される場合に備えて2機のサイドスラスターを有するほか、推進軸に接続された発電機をモーターとして使用しての電気推進により、9ノットまでの低速航行にも対応できる。主発電機としては、出力2 2 0 0ットのディーゼル発電機を6機搭載しており、3機ずつ前後の機械室に設置されている。飛行乾板は、 長さ220メートル幅34メートルで、左玄側の前端には12度の傾斜を持つスキージャンプが設置されている。スキージャンプ後方から完備にかけての平坦部分184メートル14メートルの空間が固定翼機の滑走レーン及びヘリコプターの発着用とされている。滑走レーンについては、従来のジュゼッペ・ガリバルディでは、アイランドとの干渉を避けるために、 戦隊中心線からやや斜めに取られていたのに対し、本館では船体中心線と平行になっており、スキージャンプ勾配の傾斜角が増したのと同様、船体を型化の恩恵が現れている。またヘリコプター発着スポットについては、滑走連上に6個が設定されているほか、常時待機の救難ヘリコプター、用としてもう1個、アイランド前方の右舷寄りに小型のスポットが設置されている。 下に一層にギャラリデッキを置いて設けられたハンガーは、船体長の60%に及ぶ長大なもので、長さ134メートル幅21メートル、高さ6メートルが確保されており、また整備スペースでは11メートルの高さとされた。ここには、12機のヘリコプターか8機の部位、エストール機を搭載可能であり、飛行艦板には8機が待機可能である。 飛行看板とハンガーを連絡するエレベーターは四角形状の弾薬用エレベーター。対荷重は15トンと7トンと八角形状の航空機用エレベーター。対荷重は20トンがそれぞれ2機ずつ設置されている。ジュゼッペガリバルディでは航空機用エレベーターはすべてインボード方式とされていたが、本館では後方の大型のものがデッキサイド式となっており、跳ね上げて格納することもできる。 本館は、軽空母だけでなく、揚陸艦としての機能も有している。居住区には便乗車用スペースも確保されており、標準状態で325名の海兵隊の乗艦が想定されているほか、さらに予備のベッドも用意されている。ハンガーは、車両艦板としても、転用可能とされており、航空機の代わりに24両のありえて主力戦車、あるいは100両の軽車両、 あるいは50両の水陸両用装甲兵員輸送車などが搭載可能となっている。右舷中央部と艦備には、それぞれ60トンまでの車両に対応できるランプが設けられており、朗ロ朗ーロー機能を発揮できる。揚陸手段としては、航空運用機能によるヘリコプター揚陸艦としての運用のほか、上陸用集艇として、艦備両限のレセス 2K4 隻の小型揚陸艇。 LCVP が収容可能である。また医療設備も充実しており、手術室3室と、病室、歯科治療室、X 線撮影装置やコンピュータ断層撮影、CT 装置などが搭載されている。ジュゼッペ・ガディバルディは、フリゲート並とも称される重装備で知られていたが、本館でもそれは継承され、同規模の官邸である、フアン・カルロス一世や、 出雲型護衛艦などと比しても高い股間、防御能力を持つ。防空武器システムとしては、パムズを装備しているが、これも股間防空用の縮小構成となっており、艦隊空ミサイルは短射程型のアスター15、シルバー VLS も小型の A43 型とされて、折り発射せるアイランド前方の右舷側の張り出し部と、左舷艦ビガーに配置されている。 レーダーもインペハー多機能レーダーのみとされ、ドームがアイランド上部に配置された。他に航空機関専用を兼ねた長距離対空捜索用レーダーとして、スマート L の代わりに LAN-40L3 次元レーダーがアイランドに搭載されている。近接器としては、イタリア海軍の他の艦と同様、機関砲による CIWS は装備していないが、代わりにオートメラーラ 76mm、 スーパーラピッド砲を単装砲塔で監視側に1機と、右限艦備側に1機、計2機を搭載する予定とされている。他に同じくオートメラーラ 25mm 機関砲を単装砲画で3機搭載して、近接防御に使用する。水面下にはガリバルディが持っていたような大型のバウソナーは備えていないが、嫌い探知用のワスコ型ソナーは装備している。また、 対魚雷防御用のスラット発射機2機のほか、対ミサイルのソフトキル用として、標準的なスクラー、H チャフで濃い発射機を2機備えている。この時間防衛装備に関しては、海上自衛隊が保有する、出雲型護衛艦との類似性が指摘されており、カブール単体としての規模や任務目的も、同様の艦艇、欧州型軽空母として例示されるが多い、艦艇である。また、 今回は、セイドックシリーズの戦術情報処理装置を備えており、リンク16に対応している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。